んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマはギャンブル依存をやめて働くことを好きになるです。ギャンブルをやめられない人たちがいますよね。競馬、競輪などの賭け事だけではなく、株などに投機的な賭け方をする人たちもギャンブラーです。本人は勝ってるつもりなんですけど、実際には負けていますよね。このタイプの人は働くのが大嫌い、遊ぶのが大好きなんです。脳が赤ちゃんのままで止まっているので、働くことは奴隷になることくらいに思っています。しかもギャンブル好きな人は爬虫類の脳の働きが強いので、とても大きな自意識を持っており、忍耐ができません。自分をとても偉いと思っているために、人の指示を聞くのが嫌いですし、できないところを見せるのも嫌いです。だから働くのが嫌で、手っ取り早くお金を得ようとしています。ギャンブル好きはその結果なんです。ですから実際には借金だらけでも、事実を見ようとせず勝てると思うのをやめません。ある意味脳の発達が足りないので、よほどのことがなければ本人がこれから抜け出すのは難しく、そもそも誘導瞑想を聞かないでしょう。でも困っているのは家族ですから、家族が直そうとした方がいいでしょう。この誘導瞑想は家族が聞いても効果があります。あなたがもしそういう人の親や妻であれば、ぜひこの誘導瞑想を聞いてくださいね。あなたにもこういう傾向があるはずですよ。例えば借金をする夫を持つ妻は、借金があるので自分が働くことになるので、それで自分は働き者だと思っているかもしれませんが、本当はそうではないんです。もともとその結婚そのものが自分を養ってもらうためにしたのかもしれませんね。そういうところをよく思い出して、そしてそういう自分なんだと思って、この誘導瞑想を聞くととても効果があります。もちろん誘導瞑想だけではなく、あとアファメーションやパンチ法という方法もありますので、そういうものも一緒にやりながらこの誘導瞑想を活用してくださいね。ではいつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。あなたは欲望が強いんだよね。なのに働くことが嫌なんだよね。あなたにとって働くことは奴隷になることと同じだよね。そしてすぐに大金が欲しいんだよね。だからギャンブルだとか投機にお金をつぎ込んで、あっという間にお金をなくすよね。大人の自分はそれでとても困っているよ。結局いつまでたってもお金に困っていて、それをまたギャンブルで取り返そうとするから借金まで作ってしまった。家族にも迷惑をかけて、自分で自分が嫌になるんだよ。働きたくないばっかりに自分を台無しにしているんだよ。みっともないね。大バカだよね。あなたは勘違いをしているよ。人生は赤ちゃんみたいに楽しいことだけして生きていけると思ったんだよね。働くということは自由を奪われた奴隷になることだと勘違いしたんだよね。でもそれは間違っているよ。働くことは自分の能力を育てていく長期的なゲームと同じなんだよ。少しずつ能力を伸ばしていけば、どんどん強くなれて、お金も入ってくるゲームなんだよ。あなたは自由がなくなると思っているけど、それは間違いだよ。
能力が高くなれば自由も増える。そのために最初は自分をきちんと枠にはめて鍛錬するから素晴らしい能力が持てるんだよ。じっと忍耐するのは嫌いかもしれないけど、ダイヤモンドだって磨かなければ輝かないんだよ。じっと黙って働いて忍耐するのは自分を本物のダイヤモンドにするためなんだよ。だからもっと真面目に生きなさい。地に足をつけなさい。自分を特別だと思い込むのはやめなさい。そしてダイヤモンドのように忍耐して働きなさい。あなたはもう赤ちゃんじゃないよ。だからちゃんと自分自身を育てて働いて忍耐すれば有能な自分になれるよ。さあそのために働きなさい。お金のためではなく自分を有能にするために働きなさい。かっこいい自分になるために仕事で成功しなさい。そしたらお金がついてくるんだよ。じっくり取り組めばあなたにもできるよ。大人の自分はあなたをとても大切に思っているからあなたに誇らしい人生を与えてあげたいんだよ。だから働きなさい。忍耐しなさい。頑張りなさい。できるよ。そこにこそあなたの素晴らしい能力があるんだからね。